オットー・フォン・ギール家はドイツの法学者。19世紀にドイツに発生した歴史主義に基づく歴史法学派の内ゲルマニス店に属し、ゲルマニスト最後の巨匠王と呼ばれた。彼は法語言語と同じように民族共通の革新である民族精神の発露として捉え、民族の歴史と共に自ずから発展するものであるとして、 法とその民族の道徳を一致するものと捉え、同じ歴史法学派のロマニスティンを空虚な個人の概念を基礎とする法実証主義として厳しく批判した人格権の概念の提唱者でもある、プロイセン王国シュテッティング生まれ、ハイデルベルク大学、ベルリン大学で法律学を学び、ゲオルク・ベーゼラーを死に、1860年19歳で、 学位論文を書き上げて弁護士に、1865年、司法監視法になる。1870年、ハイデルベルク大学助教授。1872年、ブレウスラウ大学教授。1887年、ベルリン大学教授。1902年、ベルリン大学総長となる。1921年10月10日、シャルロッテンブルクで死去。ギール家の蔵書の一部は、 第一次世界大戦後、東京商科大学によって購入され、その直後の関東大震災の難から逃れた後、東京商大の後進校である、一橋大学のディール家文庫として継承されている。ありがとうございます。